ぬいぐるみ屋さん実況プレイ始めていきたいと思います。ぬいぐるみ作るらしいです。5分ぐらいで終わるらしいですよ。わ、すご。かわいい。プレゼントバイ主って書いてあったね。ね、最近遅刻多いよ。これで何回目めっちゃ怒ってる。イラストかわいい。どうせ逆いないんだから少しくらい遅れてもいいって思ってるんでしょ。ま、その通りだけどさ。ね、喋れないのは知ってるけどさ、せめて申し訳ないって素振りぐらいできないの。めっちゃ怒ってんじゃん。はあ、もういいや。明日はちゃんと来てね。それよりさ、ちょっと話あるからこっち来てよ。急転か、俺がこの子なのか。喋れないって言われてたな。セーブしとくか。これなんだろう。クマのぬいぐるみだ。クマさん可愛いよね。いつか身長の倍ぐらい大きいクマさん作るのが夢なんだ。頑張ってね。あ、同じこと言ってる。まあ、大きいクマのぬいぐるみはちょっと憧れあるもんね。ぬいぐるみ用の布が巻かれて置かれている。一応それも商品だよ。ぬいぐるみよりそっちの方が売れてる。まあそうだろうね。うちは布屋じゃないんだけどな。あー、そっか。でもそうだろうねとも言い難いのか。まあ、自分で作れる人は自分で作りたいもんね。もともとの既製品より。ぬいぐるみを作るためのボタンやリボンが入ってる。何？ぬいぐるみ作りに興味ある？喋れない代わりにすごい手先器用だったりしないかな。足りないものを補うように何か能力が備わってるっていうもんね。なんとなく失礼なやつだな、こいつ。何？ぬいぐるみ作りお前好きでやってんじゃないの？やらせようとしてる俺に。不思議だなぁ、世界観が。クマのぬいぐるみだ。クマさん可愛いよね。ああ、同じこと言ってる。エンドの種類と方法と書かれた手紙だ。読む。いや、まだいいわ。エンディングに種類があるんだな、とりあえず。人形が置いたら可愛いでしょ。最近動物以下のぬいぐるみにも挑戦してるんだよ。案外髪の毛とか作るの難しいんだよ。まあ楽しいんだけどね。明るいな、お前ずっと。同じ話ずっとしてるな、お前。あ、来た来た。あのね、ちょっと相談があって。何？実はね、私もうやめようと思ってるんだ、ぬいぐるみ作るの。どうした、そんな明るく。急でごめんね。ずっと前から考えてたんだけど、なかなか決められなくて。理由は最近なかなかぬいぐるみ売れなくなっちゃったから。私も最近スランプ気味だし、もう潮時かなって。まあ確かになんか店舗を持ってさ、やってたらさ、家賃とかそういういろいろで大変かもしれないけど、ネットショップとかにしてみたらどうすかね。ネットショップだったら在庫を抱えるだけでサーバーのあれだけになるじゃん。だからそっちの方が趣味としてやっていくならいい気はするけどな。趣味程度の実力で店開いて調子に乗りすぎたんだよ、きっと。いや、そんなことない。好きなものを好きなようにやってて、それでお金も入ってくるんだったら最高だよね。ね、迷惑じゃなければ最後にぬいぐるみを作らせてよ、君のために。俺のために。なんだそれ。何でも君の好きなもの言ってよ。頑張って作るから。あー、どういうこと。じゃあまずぬいぐるみのメインカラーを選んでね。ほー、何このゲーム、どういうこと。じゃあ僕は赤が好きなんで赤で。メインカラーは赤色で。はい、了解。次はぬいぐるみのサブカラーを選んでね。サブカラーも赤にしよう。何このバツって。サブカラーはなしでいい。なしでいい。なしでいこっか。どういうことだろう。了解。よし、じゃあ最後アクセサリーは何がいい。アクセサリーなしでいいけど、リボンつけとくか。リボンでいい？了解。じゃあ今から作るからちょっと待っててね。これでもぬいぐるみ作るのは得意。いや、好きだから30分もあればできるよ。すごい早い。よし、できた。見せるよ、いい？あ、かわいい。はい、どう？多分君が言った通りにできたと思うんだけど、普通にかわいいんだけど。じゃあ私はちょっと黙っとくから好きに写真撮っといてね。いい。え、どうすりゃいいの？え、かわいい。もう大丈夫そう。あ、大丈夫大丈夫。ありがとう。オッケー。あ、これで。じゃあこれ受け取って、今まで安い給料しか払えなくてごめんね。じゃあ今日はもうお仕事上がっていいよ。明日からもう来なくていいから。今までありがとう。じゃあね、急だな。エンド、捨てられた夢。あー、これ捨てられない夢もあるってことか。じゃあエンディングの種類と方法。このゲームにはエンディングが3種類あります。そうなんだ。普通に遊ぶと見れるエンディングが1。あ、じゃあさっきのか。水色、白、ポケット、おは、黒、白、ズボンの組み合わせで見れるエンド。白、赤、リボンで見れるエンド。ああ、そうなの。もうガチガチに決められてんの。
ガチガチに決められてんだ。水色白ポケットね。じゃあ水色白ポケットで行くわ。何が関係してんの？水色白ポケットってどれ？どれな？上とか行けないんだもんね。あ、こら！そっちは私の部屋いくら君でも入っちゃダメだよ。いくら君でも。じゃあまあやってみるか。水色白ポケットね。水色白ポケットって何？ポケットって何？ポケットって何？あ、これか。アクセサリーはポケットでいい。はい、了解。どういう感じなんだろう。よし、できた。見せるよ、いい？あー、ドラえもんになった。はい、アウト。あ、そういう意味ね。ゲームオーバーじゃん。あ、そういうゲームね。あー、じゃあ、白、赤ってのは、そういうこと？白、赤、なんか、あれだよね。ズボンとかだったっけ？あ、これだっけ？これもやばいのかな。あ、普通に可愛いじゃん。可愛いじゃん、普通に。普通に可愛いぬいぐるみできちゃった。なんだったっけ、もう一個。白、赤、リボンだった。あ、そっか、リボンか、あれは。そっかそっか。なんか絶対見たことある猫っぽいやつ出てくるもんね。白、赤、リボンね。オッケーオッケー、やってみるわ。はい、よろしく。一応言われた通り作ってみたけど。ああ、あなたになったってことね。え、こういうことだよね。これってどういうこと？いや、そういうことだったのかな。わかんなかったわ。え、かわいいじゃん。あ、もしかして私が好きなもの言ってって言ったから。ふふ、そっか。私ね、このお店が大好きなんだ。大好きなぬいぐるみと大好きな君がいるから。あ、そうなの。もし夜時かななんて思ってたけど、君もここが好きだって言ってくれるなら、もうちょっと続けてみるよ。何この素敵な話。俺てっきりあれかと思っちゃったわ。なんか、そういうキャラクターいるもんねって思っちゃってたわ。ファンの期待を裏切るわけにはいかないからね。いや、かわいい。エンド、夢見るつぼみ。あ、俺のぬいぐるみを作ってくれたんだ。ありがとう。え、素敵じゃん。めっちゃ可愛いぬいぐるみ作りたいな、じゃあ。メインカラー何にしようかな。黒にしてみるか。黒と、あ、でも黒白でも普通に可愛いもんね、絶対。これなんだろう。マスクか。どうしよう。クマちゃん。これはリンゴのヘタ、なぜ。あ、天使にしてみる。これでどうなんだろう。ちょっと、普通に楽しいな、このゲーム。あ、かわいいじゃん。でも、思ったより黒じゃねえんだ。グレーっぽいんだ。メインカラーの、あれなんだ。サブカラーはその、あれなんだ。ちょっとそういう感じなんだ。せっかくなら黒、白、ズボンも見てみるか。黒。白ズボンどうなんだろう。アウトなんでしょ。これもドラえもんと同じシステムなんでしょ。あー、そういうことか。確かに一番ダメなんじゃないの。あそこが一番ダメな場所ってよく言われてるけどな。どうしよう。赤がやっぱ普通に可愛かったけどな。どういうぬいぐるみがいいかな。どうしよう、白にする。メインカラー白でサブカラーなしがいいかな。サブカラーなしでこのなんかパーカー着せてみようか。どうなんだろう。あー、なるほどね。ありそう、ありそうだけど、さっきまでのやつらのが、てかズボンとかのが良かったな。リンゴってのは何なんだろう。リンゴにされた。あー、これはこれでもいいね。あー、やばいやばい、今度は無限にできちゃうわ。いや、面白い。すごいね。もう大丈夫です。いや、めっちゃいいじゃん、このゲーム。無限にできるわ。
あ、ありがとう。そしてちゃんと一応お話的なのもあったんだ。ぬいぐるみ屋さん、本当はやめたくなかったのかな、この子は。まあ、そんなめちゃくちゃ考察するような感じではないか。いや、とても素敵なゲームでしたね。多分結構いっぱいクマさんみたいなのが作れるってことだよね。気になった方はぜひやってみてください。